愛媛大学2回生の木村伊織です。松山大学2回生の薬師陣ひなやです。ハウスメイトの滝本です。ハウスメイトの田中です。この女子会は流行りのスイーツを片手にテーマに沿ってセキララにトークをしていく企画です。こちらがミリラのロールケーキです。こちらがパークサイドカフェのアイシングクッキーになります。かわいいね。見たこともない。食べたことない、ね、楽しみです。女子会ではいつも何話す？どんなこと話しますか？恋バナこと、恋バナこと、恋バナこと。集まろうって言って集まりよりなんかお昼ご飯一緒に食べてしたらなんか女子っぽい話になるみたいな感じ。学校、仕事での失敗談。一見に行こうと思ったんですけど、アベンジですごい遅かったんですよ。目の前の軽自動車があそこを通って行って、私も通れると思って通ったら通れなくて、ちょっとタイヤが一つ落ちちゃったっていう。こうなるそう、こうなる。え、なんて落ちたみたいな。電話が